田村次郎です。あれ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 。あった？ありました？ありました？さあ、大変長らくお待たせいたしました。君だって町内会 in シカホ猿でございます。よろしくお願いします。どうも皆様。ハンバーガーボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハンバーガーボーイさんです。そして私、司会のチャボでございます。よろしくお願いします。チャボなんだ。ローソンの店員さんからと思ったんですよ。もう着れないじゃないの、この服。ローソンの店員さんから。ファミマ。ファミマの服。ローソンの店員さんからと思って。ファミマではありません。いや、いつも利用してますよ。ラブエスプレッソラテアイスで食べてます。いつもご利用ありがとうございます。もう3年間ぐらいローソンで働いてたんで。ヒゲさんですか、はい、本気のやつだ。マジで、はい、クルーです。唐揚げくんやってたんですか。唐揚げくんはいっぱい食べてました。あ、食べてました。廃棄になったやつ。あ、そう、あ、ダメだよ、言ったらね。というわけで、君だって町内会 in 地下法は地域のまちづくり活動の役割と重要性を周知して町内会自治会への加入促進を図るために札幌市を不動産関連団体などが共同で開催するイベントでございます。ハンバーガーボーイズの皆さんは町内会活動を広く PR する町友応援大使として今回のイベントを盛り上げていただきます。さあ、皆さんが町友応援大使になったきっかけを教えてください。はい、きっかけはですね、はい、昨年の夏に、はい、秋元市長に呼ばれまして、はい、その納税してんのかって話ありまして。いやしてますよ、もちろん。直で言われたわけですね。直で、あ、大変です。呼び出された。呼び出されました、うん、怖いね。どうなってるんだいっていうので、いや、そこはちゃんとしっかり出してます。過去には税理士さんにも相談して、うん、ちゃんとやりましたって話をして。そうだね、まあ、その時期だしね。そうなんですね、確定申告の時期ですね。昨日から始まりましたね、うん。まあ、その時に、まあ、じゃあちゃんと確定申告してんだったら、うん、町内会の曲作ってみたらどうだって言われましてね。そんな話ありますか。なかったと思うな。なかったです、うん、なかったと思う、うん、で本当に初めて入りましたね、あそこの建物に、応接室、市役所、市役所の中にもうね、何千人っていう方が勤めていらっしゃるんですよ、うん、すごい。8時ぐらいになったらみんなガーッと建物に入ってくるんですよ、うんうん、その光景見たんですか。その光景見ました。もうなんか本当にニューヨークみたいだったよね。そうだね、うん、ニューヨーク行ったことないけどね。そう、うん、なんか時間になったらこうちゃんとみんな帰るみたいな。そうだね、概念としてのね、ニューヨークみたいだったね。そうそうそう、うん、直接マスト応援大使になってくださいって頼まれたってことですね。何も言ってないけどその通りです。よく伝わってます。実際のところやっぱり、うん、その町内会に入っている方もいらっしゃいますけども、うん、もっと次の世代次の世代と若い人たちも入って、まあ、いろんな年層の、ね、人たちが町内会に入ってみんなで意見を、ね、交換できたら一番いいんだろうな、うん、そこで地域が盛り上がっていけば、まあ、札幌市全体が盛り上がっていく、まあ、このモデルっていうのは多分どこの町内会で北海道全体でも、うん、いろんなところでみんなが参加するっていうのは大事だなって思って。そうだね、じゃあ結構ね、自分の町内会も、うん、あ、こんな風になってるんだとか、うん、こういう会議あるんだって僕もね参加してみて、うん、あ、じゃあ新年会の景品はこれにしようかって言ってフットマッサージがいいねとかそういう話もしたりとか。そんなことあったの。ありましたね。ヒデさんはそれ。あ、これ本当です。あ、ごめん、全然聞いてない。聞いてないかい。何も聞いてないんだ。聞いてない。まあ、でもさ、グッドマッサージってか、あれだけ書いてたけど、何の話してたの。町内会の会議に参加したんです。はい、してないです、そんな話。町内会の話はしましたけど、グッドマッサージの話はしてない。話はしてない。だって、秀美さんは、まるは町内会じゃないじゃないですか。じゃないです。僕の町内会の話。あ、そうですか、うん。実体験としてね。そうそうそう、されるのが体験として。なるほどね。あ、一杯目からその肝臓コアってドリンクも出てきまして、あ、気が利くなこのお店と思って。あ、怒られるよ、ちゃんと話して。いや、でも本当にね、そういった会に参加する、自分がね、そこに行ってみて見えてくるものもあるので、そのきっかけにこの曲がなればいいなと、うん、市長からのお話も聞いてですね、本当にまず、あ、そうだ、町内会、私の町にもあるよな、僕の町にもあるよなって意識してもらう、
うん、そのためにもこの曲聴いた時に町内会という言葉がまず残ってもらいたい、うん、そんな気持ちで作り上げましたね、うん、そうですね。あの町友応援大使になってお三方が気づいたことってありますか？今後になってみて、うん、気づいたこと、はい、気づいたことね。いやでもいっぱいありますよ。それこそね、テレビでもね、我々のこの活動っていうものを、まあ、追ってくれて、うん、曲にするまでっていうのね、はい、皆様にもね見ていただいたとも思うんですけれども、うん、まあ、その中で本当に町内会ってなんかとりあえず会費を払ってですね、ゴミ、うん、ステーションのなんかね、準備してくれるみたいな、うん、だけかなって思ってたの、私本当にね。そうそう。でも本当にさまざまな活動をされていて、うん、で我々もまだまだ知らないその町内会の、活動っていうのはいっぱいあるんだなっていうのをね、うん、知ったっていうのは本当にこの、我々町友応援大使になって気がついたことですね。うんうん、ジローさんも今いろんな活動してることに気づいたって言ってたんですけど、はい、あの町友応援大使って、うん、やっていきたいことはありますか？こういう活動してみたいなとか町内会で。このね、うん、町友応援大使になって、うん、君だって町内会という曲を歌って、はい、昨年からね、うん、ライブでもやってるんですけど、はい、もっともっとね、うん、この曲を本当にいろんなところで歌って、うん、曲を浸透したいな。それによって、うん、町内会ってなんか楽しいなとか、ね、町内会のイベント他のね、うん、各地区の町内会のイベントに出て、うん、なんかあ楽しいイベントが町内会やってんだみたいな、うん、そういうふうに全部がつながって、うん、行けばいいなっていうのが、ね、ね、あとほら、うん、やってみたいな。我々でさ、やっぱりやってることって音楽じゃない、はい、で音楽を使ってさやることって一つ我々も町内会活動の中でさ、うん、盆踊りに行ったじゃん。ありましたね。それを俺言おうと思ってた。あ、じゃあどうぞ。はい、やっとしゃべった。本当ですか？はい、じゃあ言ってください。町内会でやりたいこと、盆踊りで、この町内会の曲をやりたいですよ。そうだよね。で今ちょっと想像したんですよ、うん、俺何やろうかな。俺太鼓叩きたいな。太鼓叩いたんですか？町内会でしょ。ドンドンドンタラッタッドンドンドン合うんですよ。合うよね。あ、ドンドンドンタラッタドンドンドンタラッタドン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 タラッタドンドンドンタラッタドンドンドンタラッタ。連弾の連弾とかあるんですか？そう。ポイント太鼓の達人じゃないんだから。連弾のとこないです。ないです。これね、やれると思いますよ。やれるよね。この歌を使って盆踊りっていうのは。あ、ちょっと一つの夢ですね。確かにハンバーガーボイスさんらしいですね。やってほしい、やってほしい、本当に、うん、それが夢ということで。夢です。大丈夫ですか、はい、今変なとこ見てましたけど。いっぱい取るなーって。そうだね。あ、どうぞ後ろの方たち横空いてますからね。はい、横空いてますから前に来てください。前の方に詰めてきてください、ね、はい、通路になってますからね、後ろね。最初の30分間はトークだけで、3時30分くらいからライブになります。はい、まあ、ポークって言いました。ポーク、うん、豚になります。違いますよね、まあ、あの時間によってね。ちょっと待ってください。私とも応援大使のハンバーガーボーイズさんからそんな夢をお伺いしたところで、はい、このコーナーに参りましょう。何でしょうか、はい、会場の皆さんにも参加していただきたい町内会について楽しく学ぼう、うん、君だって町内会〇×クイズ。〇×クイズの時間です。あ、すごい。皆さん参加していただきたいんですけれども、ここからの時間町内会に関するクイズ出します。で、3名の方に答えていただきたいんですね。丸バツを、はい、上に上がってもらって、ね、はい、うん、そうなんです。じゃあ、挙手で決めたいと思います、うん、はい、あ、待って、挙手の前に、はい、これに参加すると、うん、プレゼントが当たります。あ、そうです。ステージに上がっていただいた3名には今日はプレゼントがあります。はい、ハンバーガーボイズのトートバッグ。おートートバッグ、エコバッグ、エコバッグ、これ高めだよね。ございますよ。うん。手のひらサイズになります。使いやすいですよ。で、色紙。色紙です。色紙の色紙です。あと CD。CD。CD。コンパクトディスク。本当ですね。はい。CD。はい。パーティーセット。あのね、言っとくけど、これ松戸の応援大使と色紙に書いたのは、うん、今回初めてですよ。そうですね。色紙に書いたのは。そう。今回限りです。そう。いや、今回限りではないですけど。あ、そうです。珍しいです。はい、3名の方しかこれ当たりませんので、はい、1人にこれ時価5000円ぐらいですよ。
そうだね、はい、そうですね、経過で言うとね、ステージに上がっていただいた3名からね、はい、ただもちろんあの町内会クイズなので、うん、会場にいる皆さんも参加してください。右と左の画面に問題が出ますので、うん、なんか町内会のことを知るきっかけになる、はい、深く知るクイズになってますんで、うん、じゃあ挙手してもらう3名上がって答えたいとしてチャドが選びますので挙手をお願いします。はい、行きましょう、お兄さん。おー。じゃあ、じゃあこっちからね、こっちから上がってください。真ん中の方。あ、あの後ろのお兄さん、背の高い。あ、お兄さん、参加しますか？お願いします。あの方、日本の方ですか？日本の方でも、でも参加してもらいましょう、せっかくなんで。これぐらい時間になりますね。楽しかったですね、ありがとうございました、参加していただきまして、ね、CD も聴いてくれるんですね、これでアメリカでライブできるのもね、海外に行かなかったかもしれない、そのためにはこれで町内会活動が広まりました、マスコモの輪も広がったみたいで良かったです、うん、さあというわけでこの時間からはハンバーガーボーイズのライブとなります。ハンバーガーボーイズ、じゃあ皆さんとね一緒に家族になっていきたいということで、この曲からスタートしていきましょうか。夏の家族。さあ、こちらライブのお時間ということで、皆さんと一緒に家族になってみる。やりましょう。僕は一人ただただ暗いお腹はペコリ、遠くにいる街並みの光、諦めない男の一粘り、逃がしたところは先にもに眠気を覚ますため、飲むよコーヒー、気がつけばこれも豆だね、そんな俺も豆だね、わずかな量で白米の元気だ、I say, never, never, now, don't you say, never.
でございます。ハンバーガーボーイズです。あなたにとっての町田もって何ですか？そしたらみんなから町田もって来るかなと思ったんですよね。むずいって。それはむずい。その問いはむずいって。俺もうなんて答えていいんだろう。イエーとか言いやすいやつ。そうだね。そうだね。ちょっと考え事してて。そうだね。大変に集中してください。いや、大変に集中するんです。たくさん人がいるんで、やっぱね、いろんな買い替え事したんですよね。すごい問いをしたもんね。そうそうそう。なんて伝えよう、町内会って、英語なんて伝えようかなって思って。ないよ。あなたにとって、町内会って、何ですか？そう。いやいや、まあ、それぞれの形があるからね。そうなんです。これ、答えは一つじゃないっていうところなんですよ。それを見て、その一つだと認めようとしたんじゃないですか、あなた。まあ、そのままって言わせたんですよ。それに対して、おのおの答えがあっていいじゃないかと、私は思うわけです。そうですか。はいね。正解なんてありません。全ては正解です。正解のあるやつにしてください。わかりました。みんなに言ってほしいって言ったね。答えやすいね。ほら、なんて言ったのって言ってる。ジャッキーですね、今。え、なんて言ったの？なんて言ったの？ジャンキー。ジャンキー。ジャンキー。ジャンキーね。あー、ジャンキーね。オッケーオッケー。ジャンキーじゃなくて、ジャンキーね。子供はザンギが好きだね。やっぱりね、1回目のステージの時もザンギのリクエストありましたから、うん、子供に受けると思ってうんちの曲作ったんですけど、うんちって全然言ってくれないですよね。そうだね。いっぱい言ってくれるんですけど、うん、なかなかうんちをする機会が少ないというか、うん、いや毎日しますけど、うん、そのライブでうんちをする場所をね、ほら、うん、いろいろほら、いろんなテナンス入ってるから、まあ、うんちうんち言い過ぎと、うん、怒られるから、大好きな曲だよな、我々も。今度ライブハウスに来たらやりましょう。カルボリア大好き。カルボリア大好き。結構乗りイケイケな曲だね。あれ僕ら7年前ぐらいに出したけど、よく知ってるね。実は十何歳ぐらい違うね。いや、ちょっとね、かっこよく納豆家族のお尻からジャンキーに繋がるやつでやるね。いや、いいよ。また納豆家族じゃないよ。お尻から、納豆のお尻から。納豆とお尻から繋ぎたいね。山田くんがね、ごめんなさい、皆さんお付き合いください、ね、なんかそういうのがライブっぽいですね。はい。納豆カードでさ、ライブっぽくないですけど、大丈夫ですか？納豆センキューって言ったら、ドンス、ダンス。 OK です。山田くんの希望を叶えよう。ありがとうございます。続いては皆さん、お子様も大好きな今晩のお方、この曲に決定でしょう。北海道のソウルフードといえば、そう、ザンギ。皆さん一緒にザンギダンスを踊っていきましょう。まずは右手にザンギ、左手にザンギやってみよう。ザンギ、ザンギ、お腹に入れる、しっかり入れてください。もう一回、ザンギ、ザンギ、お腹に入れる。 OK、これ繰り返していこう。ワン、ザンギ、ザンギ、もう一度。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 Thank you.
か、ザンギ。もうザンギでお腹いっぱいになりましたか。もっとザンギ食べられますか。食べたい時なんて言うんだい。なんて言うんだい。なんて言うんだい。できる限り食べられるかい。なんて言うんだい。山本さん、求め方なんか今日ちょっと喋るね。求め方、グッグ先生に応援してくれた。まだまだ食べられますか。食べられる。食べれます。食べれますね。いいね。僕が足踏んだら始まるからね。そうだね。3回でね、こう4回4回だっけ。4回だね。4回だっけ。おかわりだから、おかわりで始まります。はい、じゃあ皆さん、ザンギ食べられる時間っていうんですか。何て言うんですか。何て言うかな。何て言うかな。いってみよう。ジムに通ってるんだけど、そのためなんだ。すごいと思うよこれ、うん、結構すごいよ。いや結構すごいね。あの5キロの重りを持って、うん、やっとする。あ、それは何。そザンギのため。すごいね。えらいよ。鍛えてます、ザンギのために。そうね、えらいよ。君はえらい。ありがとう。どこ書いてる。え、どこ書いた。キリンさんが。どこ書いた。キリンさん、はい。じゃあ、あの曲しかないね。みんな、喉が渇いた時って言ったら何の曲だい。おいしい。むずいじゃん。なんて曲だい。なんて曲だい。よくできました。いい子ですね。俺さ、いつも2本飲もうと思ってるんだ。はい。でも、忘れてきて今1本しかないの。買ってくる。一本、もう一本あったら飲めるなと思う。じゃあ曲中に、あ、でも大丈夫。あ、大丈夫。みんな買いに行ったら伝えたことない。怖いんだよ。行けない、ごめんなさい。一本で行きましょう、今日は。山田くんの一本くれたで。あ、いいですよ。口つけましたけど、いいですよ。それもらってもいい。いいですよ。下入ってますけど、いいですよ。どんな飲み方ですか。下入れる。どんな飲み方。ストローみたいにして。ストローみたいにして。下を丸めてくって。あれ強いじゃん。なんで言えない。下なんて言えない。じゃあ左のね、パフォーマンス。あ、くれた。あ、ありがとう。水くれた。山田くんともらおうとしたけどいいの？ね、ひろみさんにあげるんだもんね。ありがとう。嬉しいね。何ちゃん？ね、ニックネームでもいいよ。DJ。DJ リルダナ。リルダナ DJ なの。ちょっと待って、これ見たことある。あのココノでやってたよね。超うまいんだよ、この DJ。 DJ なの。あのすごい。あれだ、タマさんの。タマさんの、あ、DJ タマのスクールの。スクールの。いや、多分ね、この子僕よりできんの。タマさん、じゃあ見てくださいね。やってもらえ。いや、分かった。ヒレミさんがさ、インスタで載せてくれてる子だ。あ、そうだそうだ。いや、ヒレミさん、なんかあった時はちょっと頼むね。 DJ リルダナ、うん、あの今日もやったの？ココノで。わあ、すごい、すごいね。次はココノでいくつやるの？次いつ？次けんな？わかんない。だから2代目ハンバーグボーイです。いや、そうだよ。記念祭なんかあった時は連絡するから。はい、入れ直したね。やってね、やってね。水も飲めるように頑張ってね。そしたら僕やるから、うん、これ多分いつかやることになる。そうだ、ね、いつかやっぱ水はね。そうそう、水が飲めないとハンバーグオイルの DJ になれない。そうだね。あの、むしろ条件もそれだけだからね。そうだよ。水だけ飲めればハンバーグオイルになれるからね。水が飲めればハンバーグオイル。新しい日本。ありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃあ、DJ リルナナ。リルナナちゃん、ありがとう。じゃあ、そんなリルナナちゃんから水をもらったんで、行きましょうか。今日の口の曲、おいしい水。美味しい水飲んでいきましょう。しっかり水分補給させて。
正面から見て水という字を描いております。正面のカメラはバッチリ収めていただいたでしょうか。 F 値は何本ですか。ありがとうございます。こちらの会場からもどうぞ。あのカメラも中望遠ですか。バッチリ汗を滴るのも撮っていただけるんじゃないね。キャノンでありがとうございます。そしてこちらです。一般的なスマートフォンのカメラで、いやいやいや高性能ですからね。私もスマートフォン使ってます。水という字。もう一回じゃあ正面に行きましょう。ここにはオフィシャルのカメラはないです。みんながオフィシャルで。はい、ありがとうございます。自由にお使いください。いやー、ひでさんどうですか。あの普段は東北の水を実際に買って飲んでるんですけども、はい、今日の水の種類がイルハスと、アールプスの方でしたけども、あの、ね、リールナナちゃんにもらったやつが思いのほか超冷たくて、あ、キンキンに冷えた、あの、ね、びっくりしたんです。冷たいと入らないの。あ、そうだからね、吐きそうなんですよ。最初びっくりしてね、びっくりして本当にびっくりしたんだ。冷たいと思って
言うんだよ、悪口じゃないよ、悪口じゃないから、ね、ありがたいんだよ、ありがとう、人からもらったものを悪く言うのは良くない大人だからね真似しちゃダメだよありがとう、ね、ありがとう、ね、ありがとう、ね、助かった、嬉しかった、良かったよね、そんなハザーガーボーイですけども、やっとね、こうやってライブができるようになりまして、ね、落ち着いて外でこういう地下歩行空間でも、まあ昨年でしたね、ヒグマのイベントでもこちらでやった時にヒグマの話とか聞きましたよね、ヒグマ聞いてます、ヒグマのイベントね、ここで、いや去年の今頃ってまだできてなかったんだなと思って、あ去年の今頃、そうですね、そうまだコロナなんだよなと思って、沖縄に来たかなそして放心状態だ俺、大丈夫ですか、休憩してもいいですよ、休憩してもで、ハンバーガーボイスといえばですね、今地下歩行空間にも大きなポスターででーっと貼ってるんですけど、見てくれました、皆さん見たっていう人はありがとうございます、まだ見てないという方は、お帰り強制的に大通り側に帰ってください、はい、北1条ぐらいまで行ったら、北1条ぐらいね、はい、するとそこに大きな看板があってあります、中部国際空港セントリア、うん、そちらの方もですね、公式応援隊として活動しておりまして、うん、まあ、こちらセントリアに行って中部エリアを皆さん楽しんでほしいと、北海道に住んでる方が行くと素敵な特典が受けられる道民割というのをやっております、道民割の方はですね、現在は名古屋の食卓には欠かせないつけて味噌かけて味噌という味噌があります、何につけても美味しいんですけど、ひでみさん的にこれだっていうのありましたね、あ僕ね、生春巻き入れたら美味しかったですよ、なんで入れたかっていうと、いね、あのコストコのコスコさんの YouTube がね、それうまいって言ったんで、うまかったんです、ね、春巻きでも合いそうだね、生春巻きに合いそう、美味しかったです、うん、ぜひね、今行くと道民割もらえるようになってますね、ただでもらえます、他にもいろんなエリアもね、特典が受けられるようになっているので、うん、ぜひ道民割、まあ、その辺の詳しいお話はハンバーガーボーイズの今日の夜6時から放送になります、レギュラー番組 FM のセーブのレギュラー番組おばんですハンバーガーボーイズ、こちらも聞いていただくといろいろと今日も中米エリアの魅力を伝えているので、ぜひラジオも、お時間ない方はラジコを使ってタイムフリーなので聞いていただければと思います、まあ、今日のことはあれでラジオで言えない秘密の話してた、ラジオで言えない秘密の話じゃ流れないじゃん、ラジオだっすよ、何言ってるんですか、ラジオで言えない秘密の話、ラジオで何言ってるんですか、あれは流れるのか、流れます、流れます、ラジオで流れてるけど言えない話をします、あ、まあ、ね、今言えない話をそう、今言えないけどその話がラジオで流れるよ、ね、すごい言いたかったことがあったんですよ、だけど、あの秘密、隠語を使って喋って、あ、そうです、知ってもらいたいことが1個あるんですよ、ああ。そうそう、あるね、そう、ルールルル、あーはははは、あー、そうですね、そんな情報いろいろあるから、テツコの辺出るわけです、テツコの辺出ないです、はい、ただいいですけど、テツコの辺を歌ったのはなぜかっていうのは、放送を聞いたら分かるようになってます、分かるかどうか分かんないですけどね、まあ若干、うん、明日撮影があります、そうです、何かの表紙になるって話なんですよ、はい、ここまでしてますか、はい、あの、もし誰かに聞かれたらまずいので、はい、まだ内緒なんで、言えないです、でも過去にはね、あの人も表紙になってるぐらいですから、ケイミヤさんとかね、ケイミヤさん、そこまで行ったらね、F ファイターズの、F ファイターズはファイターズとかですね、ファイターズファイターズ、ファイターズ、F ターズね、F ターズ、ケイミヤさんも表紙になったことがある、そういうのにも乗る予定ですけども、まあ、おいおい、今年もね、いろいろ活動していきますので、ぜひね、ハンバーガーボーイズ、よろしくお願いします。じゃあチューブの曲やって町内会の曲歌って密漁で締めるっていう感じでいきましょう、歌われました、いきましょう、チューチューチューブという曲今から歌うんですけども、ずっと振り付けがなかったためお客さんのこう乗り方が難しいんじゃないかっていうのを今日楽屋で3人で話してました、納豆の時はみんな盛大にやってくれて、その乗りでチューチューチューブって始まったらみんなこういう感じになるんですいいんです、そのノリでいいんですけど、せっかくなら何か振り付けようと思って今日はチャボが考えてくれました、チャボが縦に振れば何でもいいんですよ、何振りじゃねえんだそれ、なのでチューチューチューブの振りは縦に振ります、あ、それだったらこれ使いますか、はい、これ振っていただくと次の町内会の曲の
レッスンになります。この曲でも縦売りになってる。持ってない方あそこで配ってるんで、そう、高なんで、ね、横にありますから。頑張ってください。なかったら横の段ボールから引っ張り出して大丈夫、はい、あの段ボールが入ってる、はいはい、あ、上げていただいて、すいません、ありがとうございます。目印上げていただいて、あ、お子さんが頑張っていただいて、ごめんなさいで、ね、すいません、時給は発生しません、すいません。今日の思い出にぜひ、はい、もう観光できた方もね、北海道で、ね、そうですね、うん、じゃあ縦振りでチューチューチュービッと、この後に町内会の歌なので、それまでに膨らましてくれてる。あ、そうですね、はい、どうした大丈夫か、どうした、あのまま言ってんのか、ヒデさん、お父さんのことはなんか、そのままなのか、なんか嫌なのか、うん、大丈夫、今チューブ始まったら、ほら、乗ってくれてないから、うん、チューブ取ろうぜ。じゃあヒデさんのその一緒に踊ろうぜという、その言葉の通り、みんなで縦に振っていただきたいと思います。チューチューチュー町内会 Sunday, come on, baby.
負けなんでおはようさん、おつくさん挨拶で誰かの気持ちじゃ体動かしてこう早朝集まりやってるラジオ体操太陽ありせつだった花も向かいのお父さんがやったよさらに何でもやそんな人に目を差し伸べるどれどれも人気で変わるケースまずコミュニケーションコミュニケーション調整じゃなくて協調無理せずに少しだけ寄り添おう君の感じなとこを伝えればきっともっと良くなる誰かを嫌っていくより誰かを好きだと言えるようにマスコを触れたようにそれが身近な地域の声過ぎました。来月は3月ということで、あっという間に1年が終わってしまうんじゃないかというぐらい月が経つの早いと感じております。こないだまでお正月だと思ったんですが、気づいたらバレンタインデー。大事な話じゃない、山さん。はい、それ早いものでって言ったら、この曲のね、もう最後の曲ですみたいなところの尺で話すんだけど、わかんない。その長い手で話さないでもらっていいかな。あー、そうなのね。2024年の始まりから2024年の話。そうだね、時間にもね、はい、縛りがあるっていうのにこんなゆっくり喋ってる場合じゃないぞ、じゃないぞと。それは皆さんに言います。はい、そんな場合じゃありません。あっという間に3月がやってくるんです。今月中にいろんなことを済ませてください、はい、そして3月を迎え、うん、4月になります、はい、そうなってくるとところどころ雪も溶けてきます、うん、そうするとアスファルトの匂いがしてくるわけです、うん、そこで感じるんですね、北海道って素晴らしいな。そして5月になります。もういいよ、どこどこ付き合う。あ、付き合ってます、はい、飛ばして12月になってあっという間に年末ということなんですけども、すんでるだね。そうならないために、ああ1日1日無駄のないように過ごしていただきたいと思います、うん、そうね、綾小路きんわろのあれみたいな。そうだね、笑い声はない、笑いのない綾小路きんわろ、笑いのない。はい、最後の曲です。そうそうそう、最後の曲ということで、うん、ちょっとせっかくで振り付けでもやっておけろ、はい、皆さん、左手を上げてください。
この左手を内側に1回、そして外側に1回、で内側にもう1回、でここで1回止めて、ぐっと手を握りしめて、手首に左手を当ててください。この時、脈を感じることができなかったら、それはあなたは死んでいます。何の話よ。何の話よ。脈を感じない方は病院に行ってください。いやもうって言ってもね、って言っても、はい、なかなか脈って難しいんですよね。よくあのね、ドラマとかでもこれ押さえて死んでるみたいな、全然わかんない。わかります、脈。あの振り付けしてください。あ、ごめんなさい、振り付けの途中ですよ。はい、忘れてました。振り付けをしてください。失念しました。左手を上げてください。内側に1回、外側に1回、で、もう1回内側で、ぐっと握りしめて、そしてその後もう一度前に手を出します。ドスコイを3回言います。ドスコイ、ドスコイやって、大きく虹を描いて、ミリタリスクこのネタはもう1回目のステージでやってます。気に入ってるんですね、これ。いや、もっと言うと、脈のやつも1回目のステージでやってますやってます。一応お客さんは判明しました。あ、同じことをやっても笑顔でいてくれる方々なんだろう。いや、いてくれたね。いてくれました、ありがとうございます。ずっと僕はこのミリタリースクールが大好き。あ、そうだね。あ、ビバンのね、ビバンのミリタリースクール、阿部寛のシーンですね。あ、あんま受けてなかったですね。ビバンを見たって人、ドラマビバンを見た人がどれくらいいるかによって受ける受けないは全然見ない人少ないから、受けないです。でも視聴率 30% くらい。 30% から少ないです。 30% もう一回いきますか。手を上げて、内側に1回、外側に1回、内側に1回、その後ドスコイを3回やって、大きく虹を描いて、ミリタリスクやっぱ 30% しか分かれてるから。あ、坂井雅人さんもいや違う、坂井雅人さんの顔真似してるんですよ。似てる坂井雅人の真似してるの。野崎さん、国境は危険がいっぱい、危険がいっぱい。あの、本当にこの顔になってますか。そんな見たらなってるでしょ、坂井雅人さんはね。はい、この話終わりです。はい、どんどんお客さんで、はい、手を上げて、内側に1回、外側に1回で、握り締めて、ドスコイ3回やって、大きく振り返る。これが振り付けです。これに歌詞もつけていきましょう。この曲の歌詞です。いいですか。歌詞に合わせて踊れば一発で覚えることができます。ここまでで10分以上曲を使ってます。 1,2,3,4 漁師が泣いている、道のそばじゃない、アワビバーディー。漁師が泣いている、道のストップじゃない、アワビバーディー。漁師が泣いている、道のストップじゃない、アワビバーディー。漁師が泣いている、道のストップじゃない、アワビバーディーとなります。これで歌詞は完璧です。あとは曲の途中でウニの中を見せたら取っちゃいけないと私が言います。そしたら皆さんも続いてウニの中を見せたら取っちゃいけない、ミリタリースクールと言わないです。もうやめましょう。それもうここまで来たら最後までやりきるしかない。もう一回教えてください。僕聞いてなかったんです。私が曲に出して、うん、ウニナマコアワビそれは取っちゃいけない。 Everybody say it's a ウニナマコアワビそれはめっちゃリサリスクで、お願いします。よろしいでしょうか。よろしいでしょうかと聞いておりますけれども、全くそれは気にしません。突き通していきます。これでやってください。いえ、やってほしいです。ということで最後の曲いきたいと思います。皆さん待って、あそこ、はい、アマビパーティーのところは、あそこの町ミリタリースクール違います。町友パーティーにしたと、町友パーティーに変えます。アワビパーティーっていうところを、今日は町友のイベントなんで町友パーティーと歌詞変えます。これで完璧です。今日だけのオリジナルソングが完成しました。ではラストラバーいきましょう。ストップですよ。ハンバーガーボーイズ今年もよろしくお願いします。スタート。
飛び込む役者を返しに行こう。カモンギターチロもう20歳 20代 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 20代に興味を持って一緒にその町その地域を盛り上げていきましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、またやろうぜ。ありがとう。もうライブなんてやらない。なんて言わないよ絶対。ありがとありがとうございました。気になって町内会インチカホ、これにて終了となります。お付き合いいただき本当にありがとうございました。ハンバーガーボーイズの皆さんもありがとうございました。マスコモモネタリシー、さようなら。あ、楽屋の鍵。もう。というわけで皆様、本当にお気をつけてお帰り
帰りください。めちゃめちゃ寒いですよね、外ね。風邪ひかないように気をつけて帰ってください。そして町友のこともたくさん知っていただいたので、町友ナビで調べて自分の町内会どうなってるかなとか、活動ぜひ参加していただければなと思います。それではありがとうございました。サボでした。髪を切りに行きます。